生駒マ・俊は、江戸時代前期の大名。佐ヌ国高松藩四代藩主、では国野党藩初代藩主。高松藩第三代藩主、生駒正俊の長男。元七年七月、父・正俊の死去により、家督を相続した。幼少のため、祖父祖父・東道・高虎の貢献を受けることになった。寛永三年八月十九日、十四日した。 生き守るに助任された。青年した高俊氏は、政務を放り出して、美少年たちを集めて、遊興にもっぱらふけったこともあって、家臣団の間で藩の主導権をめぐって内紛が起こった。官営十四年、生駒立脇らが、土井利勝や東堂工事に、前の助左衛門らの不正を訴えた。これに対し、前のらは徒党を組んで退去した。官営十六年、 幕府は騒動の宣言を始める。官営17年7月26日、幕府は藩主、高都市の責任を追求し、領地を没収し、出羽国由利郡に留在とした。ただし、由利郡八島で一万国を官人領として与え、高都市は矢島村に陣屋を構えた。なお、伊駒派の中心人物は大名にお預け、前の派の中心人物は死罪となった。 高都市の長男は、高清となっているが、佐抜国高松城主伊駒駅守る高都市放置17万1800余席を就行され、長市衛門広報と共に、出羽の国百合屋島、7月26日の公とある。実在したと思われるが、記載は前後この、徳川三木以外にない。ありがとうございます。